にゃーいということでね、やってまいりました。大人も子供も姉さんもごきげんよう。ゴールだ。はい、ということで在任村での一日がスタートいたしましたということで、手紙が届いておりますので見ていきたいなと思います。ん、トメから？なんだよもう。エソソさんをご招待、トメの誕生会が開かれます。日にち2月18日、場所トメの家、ドレスコードはありません。気軽にどうぞトメ。なんだよ、引っ越すのかと思ったわね。クソみてえな手紙をこしやがって、行くと思うのかこの俺が。なあ、なんで引っ越すのかと思ったわ、トメが。残念残念残念ピーマンだわ。でですね、本日2月、ん、なんだよこいつ引っ越すんじゃない、もしかして。ねえエソソッコ、今までずっと先延ばしにしたんだけど。ああ引っ越しだけだ。あぶねえあぶねえ。今度引っ越しすることにしたの。勝手に決めんじゃねえよ。引っ越すのはトメかベアード、そう決まってんだよ。行っちゃダメだ、無理。もうエソソッコ、そんな風に言われたら出ていけなくなるじゃない。なあ、網持って今からさ、虫捕まえようとしてんのにさ、引っ越しの話してるとか、何引っ越し前に虫捕まえようとしてんだよお前は。わかったわ、素敵ね。引っ越すのはもう少し先に伸ばすことにするわ。お前は一生この在任村で虫捕まえときゃいいんだよ。よし。でですね、今がですね、2月の11日日曜日の、朝10時でございます。朝10時なんだけど、朝ではないんだな。そこら辺は、察してくれよな。カブリババアがいるはずなんだよ。うん。今日はさ、カブリババアを無理やり召喚して、そして、俺の全財産をカブリババアに渡そうかなと思うんだよね。カブリババアいるかな？え、時間ずらしたらカブリババアいないとかない？あ、ずらしたとかはないけど。なんかいつも通りさ、走ってあの看板の前通ったらさ、時空が歪んだんだよね。カブリババアいなくね、あいつ。何？もう、そもそも存在してんの？都市伝説なんじゃないの？カブリババアって。その可能性あるよね。俺見たことないもん、一回もカブリババアのこと。だ、なんかあれでしょ？あの、ジェットババアだっけ？なんか、あの、追い抜かれると死ぬやつ。都市伝説あるよね。あんな感じなんじゃない？ロケットババアだっけ？なんかあいつみたいな感じっしょ。あ、いた！怖っ。やばいわ、これ。だ、まあ、一旦ちょっと金下ろしてくるか。じゃあ引き出し。あ、82万あるね。これ全部。引き出す。よし、マックスまで引き出した。おー、いいじゃん、いいじゃん。ねえ。しかし、ねえ、マックスまで引き出したはいいんですが、俺の全財産はまだ全て消えたわけじゃないんだよ。そう。今82万、ねえ、8930ベルあるけど、俺チケット真っ暗。あ、チケットも全部金に換金してやるら。これが全財産つんだよ。よし、俺の全財産、今回チケットも換金して、ね、966,930 ベル。これが今俺の持ってる金だ。あー、こいつを全部株に投資してやるぜ。なかなか全財産をな、株にぶっ込むやつってのはそうそういねえから。ちょっと最近エソちゃん丸くなってたからな、心と一発エソちゃんのヤバさってもうね、見せつけてやるぜ、お前らに。あー、おい、ババア、カブリババア、おい、山、いらっしゃい。気持ち悪い。罪人だな、こいつ。一目で見て分かったわ。こいつは罪人だわ。人間のタータを荒らしてる存在だもんな。カブ売り一筋60年。日曜の午前中といえば、このカブリババアさんにお任せだよ。やっぱカブリババアじゃん。ねえ、カブリババアさん。ねえ、カブリババアなんだな。ところでお客さん、株についてちょっくら説明したいんじゃが、聞きなさるかね。ああ、ちょっと教えろよ。株ってないよ。まずはじめに言うておかねばならんことじゃがの。この株は食べ物には違いないのじゃが、自分が食べるために買いなさる人は、まあ一人もおらんじゃろね。一人もここにいるんじゃねえの、その、貴重な一人がよ。みんなお金儲けをするために、この株を利用していなさるのじゃ。ああ、そうなの？もっと聞きなさるかね。村にリサイクルショップがあるじゃろ。ああ、あったようななかったような。あそこで株を売ることができるんじゃ。ああ、そうなんだ。株の値段は毎日上がったり下がったりするだで。わしから買った値段より高くなった時に売れば儲かるというわけじゃ。そうなの？いいじゃん、それ。簡単に稼げんじゃん。逆に安い時に売ると損をしてしまうのは言わんでもわかるじゃろうて。ああ、言ってもらわないとわかんねえんだよな、エソソは。
まだ聞きなさるかね。なんで早く言え、もう全部流して喋れよお前。さてここからが重要なんじゃが、重要なことは先に言っとけ。習わなかったのかおめえ。この株は1週間経つと腐ってしまうんじゃ。マジかよ。じゃあそれまでに処分しなきゃいけないってことだな。わしは毎週日曜日に株を売りに来るだで、土曜日リサイクルショップが空いてるうちに売ってしまわねばお客さん大損することになるだでね。それだけは気をつけた方がええよ。笑って言うことじゃねえだろ。ねえ、とんでもねえ話じゃねえかよそれ。とまあ長い話に付き合わせてしもうてすまんかったの。寒いんだよお前、雪だぞお前。ふざけんな、こっちキャミソールだぞ。分かってんのお前それ。風邪ひくぞ。一株90ベルだって安いじゃん。買うよ。おー、こっち取るな。96万ベル持ってんだよ。まあとりあえず、あー9999までいけるのか。9990までか。あー、じゃあこれ。マジ？いや、990株にするか。これ持てるだろ。おー、来た来た来た。うわ、10個単位なの？マジ？ふざけんな、マジかよ。超だるいじゃん、これ。株置き場作んないとダメだな。マジか。買うのはこんなにもだるいとは思わなかったな。あ、やべえ、食べるやつだ。誰一人いないって言われたのに。食べるやっちゃったよ。やっちまった。ミスった。ふざけんなよ。いや、100株あったのか。100株、マジか、100株分？よし、ラスト。うん、これで。あと、この 67,830 ベル。これを全部使えば、全財産、株、買ったことになるかな。よし。10株単位でしか買えないんで、まあ、330ベル残りますが、まあ、全財産、ね。こちらが100万ベル分の株になります。いや、やばいね。ああ。全部で1750株。ねえ、これでまあ100株くちゃとか1650株かな。1650株分。ねえ、これ株が溜まりましたよと。いやー、これは壮大でございますな。じゃあね、この株たちをね、じっくりね、熟成させて、高くなったとこを売り抜いてね、ね、元金回収してやろうかなと思いますよ。いやー、これは圧巻だな。まあ90ベルだったんで、まあ、90ベル以上になれば、もうプラスになると。一応毎回調べるために10株だけ持っとくか。あ、あの豚に釘刺しとかないとダメだな。あいつパクろうとしてるから、ほら、見てんもん。おい、もう見んじゃねえよ、俺の株よ。なあ、エソソ、そのエソソってあだ名の時代は終わったぞ。ふざけんな。勝手に終わらせんな。オワコン化させんな。おいらが新しいのを考えてやる。どうせもう、クソみてえなあだ名だろうよ。まあ、ちょっと聞いてみるか。なんだ、言ってみろ。はは。実はもう考えてたんだ。な、考えてたから話しかけたんだろ。考えてなかったらおめえの顔面ぶん殴ってたわ。姉ちゃん、これで決まりだろ。いや、嫌なんだけど。え、ハムカツ姉ちゃんって呼ばれんの？うわ、マジか。いや、無理。ああ、無理だよ、姉ちゃんは。なんだよ。昨日これ考えてて、あんまり寝てないんだぞ。いや、睡眠はしっかりとれ。なあ。おめえどうせ変な妄想ばっかしたんだろ。くっせえな。おめえ風呂も入ってねえだろ。これって考えててさ。そこまで言うなら、オイルをギャフンと言わせる新しいあだ名を考えてみろよ。うふん。あ、自分で考えられるんだ。お、ニックネームを決めてね。まあ今までずっとエソソって呼ばれてたからな。まあここら辺で変えるのもありなのかな。まあいろいろ考えたんだよ。まあエソソ様とかさ、エソソさんとかさ、まあ敬う感じのあだ名にしようかなとも考えたんだけど、ちょっとそれだとさ、こいつとの間にさ、距離感が出てさ、動画的に面白くなくなると思うんだよ。だ、不本意ではあるけど、こいつはさ、ちょっとエソソをさ、舐め切った態度の方がさ、動画的には面白いんだよな。な、もう今まで通りエソソでいいよ。何？エソソか。それ、なかなかいいな。いや、変わってねえんだって。変わってねえのよ。それ、なかなかいいな、じゃって。ずっとお前エソソって呼んでただろ。それじゃあ今日から、お前はエソソだな。いや、言われなくてもずっと最初からエソソだよ。なあ、エソソから変わってねえんだよ。こいつやっぱちょっと頭おかしいんだろうな。お前株、お前盗むなよマジで。あそこの株俺んだからな。お前マジあいつ狙ってやがるな。横目でチラッと株見てんもんな。親愛なる同志諸君、動画の視聴誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。
君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。